こんにちは。こんにちは。京都大学の藤井でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、私は一般社団法人日本モビリティマネジメント会議の代表理事といたしまして、同じく京都大学ウイルス再生医科学研究所のウイルスがご専門の宮沢隆之先生に、公共交通、電車、バス、タクシー、そういったものをとウイルスの感染のリスクについてお話をお聞きしようと思いまして、今日は宮沢先生に、ズームで、お越しいただいております。宮沢先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速で恐縮でありますけれども、本日お聞きしたいのがですね、はい、先ほども少し申し上げましたが、バスや電車、タクシーなどの乗り物で、新型コロナウイルスに感染するのではないかと、まあ、そういう不安をお持ちの乗客の方、運転手の方は、まあ、全国でたくさんおられると思うんですけど、まあ、そんな中ですね、ウイルスの専門家として、宮沢先生、専門家として乗り物にはどれぐらいの感染リスクが あるとお考えか、そのあたりからお聞かせいただけますでしょうか。まあ、感染リスクっていうのは、まあ、いろんな考え方があって、まあ、ゼロを求めた場合の感染リスクと、まあ、もうゼロに限りなく近い感染リスクって全然意味合いが違ってくると思うんですよね。なるほど。そこをまず考えて、ゼロリスクを求めるのであれば、もう全然もう、いろんな防御策、もうほとんど乗っちゃいけないってことになるんですけれども、感染がほとんどないっていう意味合いにおいては、まあ、クラスターが発生しないとか、そういう意味合いにおいては、まあ、かなり可能性は広がるというか、まあ、なんていうかな、接触とかそういうのを機会を減らさなくても大丈夫だと思ってるんですね。それで、まあ、このウイルスの感染にはですね、接触感染と飛沫感染と、まあ、空気感染、まあ、飛沫感染の中に空気感染入るっていう分類もあるんですけども、なるほど。吸い込んで入るというのを、まあ、空気感染とするならば、まあ、この3つ考えていいと思うんです。まあ、飛沫を浴びるっていう意味合いでですね、本当は飛沫と空気感染ちょっと微妙なところがあるんですけども、でその3つを考えたときに、接触感染に関しては自分が、まあ、手で触って、まあ、つり革とか触ってこう触るということですよね。ですよね。それはもう自分が注意すればそれは防げることですよね。飛沫感染、まあ、直接浴びるってことに関しては、これはもうマスクを、していれば、マスクを全員していれば、今回のウイルスは発症してなくてもウイルスを排泄していることがある。で、それとてもですよ、この前の、報告ではですね、感染の初期がやっぱり高くて、感染の末期の方ではウイルス出てるけど、それほど、まあ、高くはない。ただ、高い人もわずかながらにいるんです。それをどうするかということ、まあ、全部ひっくるくめることできないんですけど、一般的には発症の前から発症の初期ぐらいが一番高いというのはこの前のデータが出てまして、まあ、そういう人たちがマスクをしていれば直接の飛沫は防げるですよね。で、その次に空気感染なんですけど、空気感染というか飛沫核感染、とも考えてもいいと思うんですけども、要はマスクの間を通り抜けてしまうちっちゃな粒ですね。で、それが肺の中の奥まで到達して感染してしまうリスクなんですけれども、これもですね、そのちっちゃい粒に、一粒一粒に入っているウイルス量というのは極めて微量ですので、それがちょっと入ったぐらいでは感染は成立しません。ですので、かなり密度が高くて密閉してて、長時間密閉している状況下においてはリスクはゼロではないっていう感じなんですよ。ですので、例えば車でもタクシーでも、それは窓をちょっと開けていけば、それ全然防げることですよね。なるほど、なで、るほど。電車に関してもちょっと窓を開けてもらうとかで十分だと思います。それから、そんなに混んでない電車においては、窓を開けてなくてもそんなに心配することは私はないと思ってます。なるほど。少し整理させていただきますと、感染には3つあると。まず接触感染、それから飛沫感染、それから空気感染、この3つ。で、1つずつ考えていきますと、まず、接触感染、これに関しては、つり革だとか、手すりだとかをこう触って、それを口に入れたり、鼻に入れたりとか、そういうことで。
でもこれは一人一人が口とか鼻を触らなければ絶対にうつらない。そうですね。一人一人が心がければ電車であろうがなかろうが、接触感染は 100% 防ぐことはできるはずだと。そうですね。手によっぽど傷がついてない限りは。そうですね。傷があるとそこから入ってくるかもしれない。かもしれません。ほぼほぼこれがない。はい、で次に、飛沫感染というのは、例えば満員電車で目の前の方が、ほとんど目を合わせながら目の前でくしゃみをされるというようなシチュエーションであれば、うつってしまうこともあるかもしれないですけれど、ね、マスクを皆さんがしていれば、マスクからこう通り抜ける飛沫というのはあまりないということを考えると、普通の、まあ、超満員電車だったら別だけど、普通の方が当たり合うぐらいの距離感で、全員マスクしてるぐらいだったら、飛沫感染のリスクもそれほど大きくない。そうですね。ゼロではないけど、うん、まあ、ほとんどない状況になると、私は思います。はい。ということで、接触感染は、自分の、行動で防ぐことができるし、飛沫感染もきちんとマスクさせとけば防ぐことができる。そうですね。最後に空気感染があり得るかもしれないということになりますけど、ね、これも換気さえしとけば、ほぼほぼ、可能性をゼロに近づけることができると。そうですね。まあ、どれだけ密で、どれだけ長時間ということなんですけども、まあ、例えば、すごい、混んだ電車で密閉してて、1時間つったら、それはわからないんですけれども、うんうん、皆さん黙ってて、呼気ですよね。呼気から出てくるウイルスって、そんな大したことないんですよ。やっぱり、喋ってたり、まあ、くしゃみしたり、大声出してたり、喋りも大声出してたときに、ウイルスはたくさん飛び出てくると思うんですけど、呼気の場合は、それこそ、何十分も喋ってないとダメだし、と思うんですよね、私はね。なるほど。それは可能性はゼロじゃないですけども。そういう意味ではよく言われる山手線のちょっとこんな電車危ないとこう言われていますけれど、皆さんが黙っている限りにおいて、そして換気をしている限りにおいて、そして、手をきちんと洗って目鼻口を触らない限りにおいて、感染のリスクというのはかなり低い。そうですね。このウイルスに関してはですよ、例えばマシンとか結核とかであれば、うん、もうこれはもうすごい微量で空気感染してしまうので、これはもう しょうがないんですけども、このウイルスに関してはその程度で絶対いいと私は思います。ちゃんとマスク、まあもちろん咳がある人はもう乗ってもらったら困るんですけれども、まあ咳がたまに出たとしてもですね、マスクしてそれをですぐに感染するとはちょっと私は思えないんですけどね。そうですね。やはり皆さんウイルスをうつるんじゃないかとこう恐れる前にですね、はい、空気感染のメカニズム、接触感染のメカニズム、それから飛沫感染のメカニズム、これしっかり分かっておけばですね、それほど恐れる必要もないはず。皆さん勘違いされてるんですけれども、多くの人が考えてるのは、まあ、1個感染性の粒子があったら感染するんじゃないかっていうことなんです。それはないんです。で、まあ、私もでもいろいろ論文を調べて、マウスで全身にそのウイルスの受容体を発現させたマウスを作ると、それは超微量でも感染します。しかし、感染しやすい細胞っていうのは今回の場合、肺の奥の方とか喉の奥の方、特に肺の奥の方にあるので、そこまでウイルスが到達しなきゃいけないんですよ。ですので、ちょっとこの鼻のところについたところでは感染は成立しないはずなんですよね。だから、それを、その意味では接触感染もかなり、確率は低いと思うんですね。その辺がですね、皆さんの感覚が多分感染実験をしている人とそうでない人で分かれてきてしまう。ウイルスのことを知っててもそういう実務的なことを知ってないと、やはり皆さん分からないんじゃないかなと思います。そうですね。ウイルスにもこう飛沫でうつるものと本当に空気中を漂ってで吸い込むことでどん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 感染が広がっていくというものがありますけど、そうですね、今回のコロナウイルスはその空気中でそんなに広がるものではないと。もしそうであれば R0 はもっと空気中で広がるものに関してはその有名なものは、ハシカですよね。ハシカの R0 は12から16と恐ろしく高いわけですよ。R0 というのは、基礎再生産数ですね。一人の人間が何人の人間に移すかという数ですよね。今回の場合 1.4 から2.5 ぐらいですよね。それは普通考えたら空気感染はないって考えるレベルです、うん、そうですね。ただいろんな条件をし、いろんなさまざまなこう事例がどんどん集まってくると、確かに空気感染したとしか考えられない事例もあるのですけれども、それは確率論的に低い
ので、で今回その確率論的に低いものまでも規制する必要はないわけですよ。うんうんうん、8割減という明確な目標があるので、そこまで規制してしまってもあんまり体制に影響がない。ということで、うん、その感染リスクが高い感染経路さえブロックしとけば、うん、8割減は容易だと私は思ってます。そうですね。要するに、西浦先生の、コンピューターシミュレーションは、一人の人間が打つ数字が8割減になればいいということですから、そうですね、そのために一番シンプルな8割人と会う数を減らしなさいということをおっしゃってるわけですけど、うん、人と会うかの、数が一緒でも、1回あたりに、1回会うときに感染する確率が 80% 減るだけでも全然いいわけですよね。そうです、そうです。もう、きっちりあればほぼ 100% 防げると思ってるんですよ、私は。うん、そうですね。ですので、その、守れる人が、80% いれば、普通の生活ができるはず。うん、そうですね。じゃあ、これで随分、皆さんも、随分、そんな不安も少し払拭して、不安を払拭してですね、正しくコロナウイルスを恐れることができるんじゃないかなと。ただし、これで自粛しなくていいんですよってわけじゃないんですよ。というわけじゃないですよね。ですので、頭を使えば、こんな窮屈な思いはしなくてもいいですよと。そうですね。だから僕いつも最近歩くときは、ウイルスがどういうふうに来るかってずっとイメージしながら歩いたりして、そうですね、るので、基本的にそれ2、3日続ければ慣れてくると。まあ、そういうふうにやってたとしても、マスクを してない不届き者に唾を浴びせられるという事態は、なきにしもあらずで、ゼロリスクというのはできないんですけど、そうですね、まあ、そうなったときはそうなったので仕方ないんですけど、うん、全体的に8割減ということだけを考えれば、そんなの、確率論的に低いわけで、まあ、交通事故に遭うようなもんなんで。うん、じゃあ、最後にですね、乗客の立場で、とにかく、マスクをして、それから換気をしてもらって、はい、で黙っておくと、マスクっていうのが一番大事だと、はい、そうすることで、それほど恐れるものでもないということが分かってきたかなと思いますけれども、ね、最後にですね、ぜひこの3つですよね、うん、3つを考えてれば、うん、すごいシンプルなんですよ。黙る、それからマスクする、触らない、換気ですか、換気するですね、喋るんだったらマスクしろってことですよね。そうですね。そうですね。まあ、喋るときも小声でね。普通に喋る。黙るかマスクする。はい、あるいは、そして、しっかり換気をする。そうですね。そして、目、鼻を触らない。そうです。もう、これだけで、感染するとちょっと考えにくいですよね。考えにくいんです、私は。ゼロとは言わないけど、考えにくいと。でそんな簡単に感染するんだったら、感染実験が楽でたまらんですよ。そうなりますよね。で、最後にですね、乗客の立場でお話をお聞きしたんですけど、まあ、同じことではありますけども、運転手さんも、外国では、感染していく方が、たくさんおられるということなんですけど、はい、運転手さんが気をつけたらいいっていうのは、どういうところでしょう。まあ、同じだと。まあ、もちろん換気をするってことと、お客さんと話するとき、お客さんがマスクしてることを前提なんだけど、マスクしてない人がいたら、それシールドしとかんと、やっぱり浴びる可能性があるので、うん、まあ、シールドはしといた方がいいでしょうね。うん、そうですね。まあ、そのぐらいですかね。そして、運転手の方、絶対こう、営業が間中は、絶対鼻と口と目は触らないっていう。そうですね。ここしっかりやっとけば。でも、自分のところのハンドルきれいにして手洗ってたら、まあ、触っても大丈夫だと思います。うん、お客さんは後ろに座ってるわけで。そうですね。そうです。で、ウイルスが何日も持つっていうことを、いろいろとな、ニュースがやってますけれど、うんうん、それも、おかしな話で、うんうん、例えば2日持つって言っても、2日間ずっと同じウイルス量が、その感染性ウイルスが認知されてるわけじゃない。だから1匹残ってるかどうかだけを言ってるだけであって、感染性のキャラを持ってるかどうかとは別だということですね。特殊な実験環境においては、うん、最初の5分間ぐらいでほとんどなくなったりするわけですよ。なのに、最後の1匹を殺すのになぜか知らないけど、60分かかるとか、うんうん、そういうのがあるんですよ。それは理屈はわかんないけど、多分玉になってるんじゃないかって。なるほど。でも、だから破壊してたんですね、膜が。そうです。それが、たとえその1個とか10個の感染性ウイルスがあったとしても、うんうん、それが感染が成立する量には値しないので、ウイルスがゼロになるまで待つ必要がないわけですよ。ですので、常識的に考えて、このウイルスが、例えばシートにくっついてたりして、で1日経てばですね、一応や例えばワンオーバーナイトすれば、
ウイルスはもう感染リスクはほぼないと私は考えています。だけど特殊な状況下においてはまあいろいろそういうのが出てくるんですけども、普通は考えにくいですね。よくテレビのワイドショーのコメントをされるお医者さんの話をお聞きしてると、確率が 0.01% でもあると、いやそういうこともありますっていう日本語でお話されるんですけど、自分が問われないためでしょ。そうですね。だからあれは保身のために、テレビで後でこうバッシングされないために言ってるだけだなというのは、我々すごくウイルスの感染のメカニズムについて考えている人間からするとよくわかるので、ある意味そういうコメンテーターに騙されないようにするっていうのがすごく大事。この 0.1% がたとえダメだったとしても体制には影響ないんですよ。でそもそも西村先生だって 80% 減らせばいいって言ってるだけなんだから、だから 80% を目指して、で我々は今 99% を目指した議論をね、今に宮沢先生ともさせていただいてますから、ぜひ目指せ 99% ということで、安全に、それ以上はなかなか難しいところはあるでしょうけど、そうですね、ところですよね。でしかもお家にいたって、その誰かが来た時に移るかもしれないし、自分の子供が外遊びて帰ってきた時に移るかもしれないですから、そうですね、やっぱ 99% 以上って難しいかもしれませんよね。そうです。質問はないですか？大丈夫ですか？そうかそうか。他その他質問皆さん終わりですか？一つよろしいですか？はいはい。今のメカニズムがすごくよく分かりました。で一方で公共交通の乗り物とかに長い時間乗るというところは、はい、特段問題はないですかね。長い時間乗ってたとしても換気がある程度ちゃんとやってれば、飛沫は、隣の人にずっと咳してられるとか、マスクしてなかったらあるかもしれないけれど、普通にマスクして隣に座ってたところでどうなんでしょうか。とするともう換気されてるんで安心して乗っても、いいと思いますし、例えば普通の電車だったら、山手線だったら2分おきぐらいドアを開くわけで、それでも随分逃げると思うし、ちょっとでも窓を開けてれば、そこからウイルス、風が入ってきますので、問題はないと思うんですけれども、もしそうだとしたら、もっと R0 は高いはずですよね。ぎゅうぎゅう詰めじゃない限りはもうね、ぎゅうぎゅう詰めでもみんな黙ってくれてれば。黙ってくれたら大丈夫ですよね。最近みんな黙ってますよね。そうですね、マスクしてない人もほとんど見ないですしね。大丈夫ですよね。ありがとうございます。あとどなたかご質問ありの方おられますか。そうすると、バスだと、はい、同じなんですけど、より一層安全というか、リスクは相当低いというふうに。考えていいですか、わかんないです。すいません。京都だとバスの方が混んでるんですよ、ね。あ、バスは、そうですね。なんかバス結構混んでて、怖いっちゃ怖いんですけど、バスも、窓を開けてるみたいですよ、最近は。はい。だから。じゃあさっきの注意をしっかりやっておけば全く問題ない。ね、はい、全くっていうか、だから、99% ぐらいは。99% ね。わかりました。はい、その他皆さんよろしいでしょうか。はい、よろしいですかね。じゃあ宮沢先生、本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。でも、僕の言いたいのは100、0じゃない、0じゃないっていうことじゃないんですよ。はいはい、で、例えば 99% 落とすんだったら、これぐらいで十分でしょっていう話です。そうですよね。はい。それは絶対間違いはないと思います。そうですね。でも今回のウイルス、皆さん勘違い、大きな勘違いしてるのは、感染がある程度広がらない限り、これは終わらないんですよ、ワクチンができない限りね。そうですね。それが皆さん分かってなくて、ずっと逃げ回ってるわけにはいかないんですよ。このうち絶対捕まりますからね、こんなもん、ね、だから、時間さえ遅らせるってことを考えてるわけでしょ。そうですよね。そこが大きな欠落点なんですよ。ね。はい。宮沢先生、本当にどうもありがとうございました。はい、どうも。よくメカニズムが分かりました。また、今後も引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。